ジョセフ・トーマス・テルドス・セラビッチは、アメリカ合衆国、フロリダ州サラソタ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズ所属。マイク・グリーンウェールはおじ。2007年の MLB ドラフト27巡目で、タンパベイデビル・レイズから指名されたが、契約せず、マイアミ大学に進学した。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校在学時の2010年。 MLB ドラフト6巡目でアトランタブレーブスから指名されプロ入りした。2011年は A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーした。オフにはアリゾナフォールリーグに参加しサプライズサグアロスに所属した。2013年はトリプル A 級グーインネットブレーブスで迎えた。7月4日に怪我で離脱したジョーダン・シェイファーに代わってメジャーに昇格し、同日メジャーデビューを果たした。 オフには、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに参加し、トロスデルエステでプレーした。オフに、日本の阪神タイガースが獲得候補に入れていたが、契約には至らなかった。2014年は、開幕をトリプル A 級グーイネットで迎えた。9月1日にセプテンバーコールアップで昇格した。9試合という限定的な出場機会であったが、打率。 300を記録した。2015年は28試合に出場したが、打率。214とデビューイヤーの水準に逆戻りしたが、メジャー一号本塁打を放った。一塁手としての守備は、12試合で DR、DRS プラス2を無失策で記録するなど、堅実な実力を見せた。2016年1月8日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍したが、21日に、 リーフ、28日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル A 級ノーフォークタイズへ配属された。シーズンでは、トリプル A 級ノーフォークと AA 級、ボーイベーソックスでプレーした。11月7日に、FA となった。2017年1月18日、ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 オフに自由契約となる。2018年4月16日に、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約するが、7月15日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び移籍した。2019年3月6日に、ランカスター、バーンストーマーズと契約。2020年3月1日に、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだが、 新型コロナウイルスの感染拡大によりマイナーリーグが開催されず5月28日にリリースされた2021年5月12日にメキシカンリーグのモンテレ・サルタンズと契約したありがとうございます